AKB48 ハリピョンこと橋本春奈です。やっほー。ということで今日も準備配信でございます。羽ピンバッチリ、ちゃんと昨日とは逆につけました。えらいえらい。昨日これとこれを逆につけてて、でそしたらそのなんて言うんですか、2人とも逆向き向いちゃったんですよ。下向き、羽ピン逆につければよかったじゃんって言われて、でも私もそう思ってたそうだから今日はその教訓を生かして逆につけてみました。5時から大丸並んでぴょんちゃんの写真ゲット。あー嬉しい、ありがとう。ぜひ、明日だよ、最終日ですよね。ちゃんとあんまあれしてない、告知できてない。なんか難かった、このタイミングが難かった今回。こうさ、なんて言うんですか、難かったっす。本当は2日にツイートしようとしてたんですけど、こんにちは。今日はお友達ともともと会う約束してたんですけど、そのなんかお友達が買いたいものがあるって言うらしいので、その買い物に付き合ってきます。今から準備始めてる、うち、うん、いや時間とかも何も言ってないっす。すごいっしょ。午後ってしか決まってない。
時ぐらいにするって聞いたら、眠いから午後、オッケーって言っちゃう私も私ですよね。それでいいんです、別に全然。今日は面倒くさいのでファンデーションは塗らずにコンシーラーだけでいきます。午後って言ってんのにさ、午後からメイク準備し始める女、それもそれで問題それもそれで問題あり。大丈夫、このあと5件ぐらい LINE 来る。全然違う話を同時にしてるから、うちら。昨日も別の友達と約束してて、でその前に予定があったので、その予定をその友達も同じ感じで、朝早くなければいいみたいな、そう別の子も朝早くなければ何時でもみたいな来てたから、私はじゃあ予定やってるからみたいな、それがそのなんていうんですか、その子が飲み会とかじゃないですよ、全くもって、はい、ちょっとそこだけは訂正しとこう。別に二十歳過ぎてるからいいんですけど、飲み会とかではないです、全く。その子がなんて言うんですか、もう準備できてお家出れるよってなったら教えてって、そしたら私その予定終わって私も終えるからって話をしてたんですけど、そう一向に連絡が来ず一向に連絡が来ず、その子起きたの12時めっちゃおもろい、おもろすぎる。そうだよね、オッケーって、今起きたって12時に来て、あ、オッケー分かった、
作り、まあ時間が合うこと合うようになっていきますからね、そりゃ。そうじゃない。そうじゃない。時間の感覚が合う友達と合うようになっていくので、でもその昨日友達と会う前に、その友達のその友達と会う前に予定をしてるじゃないですか。で、あの途中で抜けますみたいな、それ言うじゃないですか。私はその友達との予定があるから先にそっち決めてたから、先に抜け、友達と予定あるんで途中で抜けますって言うじゃないですか。でもその友達から全然連絡来なくて、え、大丈夫みたいな、え、みたいな、え、なんか大丈夫そうみたいな、めっちゃ心配されて、いや、まあ大丈夫だと思います。私たちはさ、それが普通の感じだからさ、いや多分大丈夫なんじゃないですかみたいな感じで、多分はいみたいな、きっとみたいな、めっちゃみんなに心配されて、しまいには友達やめたって言われてそうかもしれないです今日から新しく友達になっときますまたって言ってた。だから昨日一人友達やめて、また一人友達増えたそう、偶然名前一緒、びっくり。その辞めた友達と始めた友達、すごすぎ。そう、昨日のねお昼ぐらいだけ友達辞めてた。そう、ちょっと待ってね。すみません。ちょっと、なんかもうこのまつげ美容液なさそう。そう、これを塗ることで束感が作りやすくなるんですよ。これっていうか美容液を先に塗っておくことで。でもなんかなさそうだったから別の持ってきました。
奥の太陽公園もさ1ヶ月ぶりとかだからさ、普通に心配、練習しなきゃ。フリブリ見てる最近。あれ今これスプレーかけた？かけてないか。匂いでスプレーかけたか判断するやつ。うとうさん、あきおめありがとう。山内さん、センス。うとうさん、センスありがとう。もう沼さんプロデュース公演楽しみ。沼沼ちょっとだけオレンジ足しとこう。あ、前髪までオレンジになっちゃった。ちらっとね、ほんのりほんのりオレンジ。なんかでもこの1時とかの待ち合わせ、待ち合わせじゃないんですけど、もはや1時って時間決まってないし今1時だから1時って言ったけど、とかの待ち合わせで一番困るのって、え待ってみたいな、ご飯どうするみたいな。そういうのも連絡しないからさ、仲いい友達だと、えみたいな、食べるん食べた方がいいみたいな、えどっちみたいな、聞けよって思うかもしれないんだけど、ほんとそれね、聞けよ。
え、だから昨日それこそ私は友達とご飯お昼ランチ食べての予定だと思ってたから、そうだからまあ1時くらいには1時2時くらい1時半とかかなみたいなと思ってたから、その予定やってたところで、え、ご飯なんかあるんですけどみたいな、皆さんで食べましょうみたいな感じになったんですよ。そうでも私は友達とご飯の予定があったから、ご飯勝手にご飯の予定してたから、いやでも今ここで多分私食べたら友達とご飯食べれんなと思って、あ、私この後ご飯食べる予定あるんで大丈夫ですみたいな断ったのね、なんかそれとなく。そうでも気づいたら3時みたいなあれみたいな、連絡来なくねなるやん。でもハルピョンお腹すいちゃもうなんかペコペコだった、もうなんか食べとけばよかったって。でその友達から、あ、準備できたみたいな、え、ご飯食べたって連絡来て、よかったと、食べてないよって連絡返して、でそっから私もその予定に集中しちゃってたから完全に携帯を見るのを忘れてて、友達から連絡来るって知ってたのに、完全に連絡、友達からの連絡をあれしてて、友達は、え、もう準備できたけどみたいな、行って大丈夫みたいなで心配してくれてたんだけどもう完全にもう携帯見てなさすぎて、向こうからも多分友達やめたと思われてたかもしれん危な、やばいやばい、やだやだ、まあ、場所は伝えてあったんで、どこでここで予定してるよって、そう、ここにおるわみたいな感じで場所は伝えてあってそう、来て、わざわざ来てくれて、あ、ごめんみたいな、マジ携帯見てなかったごめんってなって、で私はさ、来ましたみたいな、ようやく来ました感出すじゃないですか、友達来ましたようやく来ました、すいません抜けますみたいな感じ出したら、皆さん、え、やっと来たんだみたいな感じで、でもそのうち一人が、友達辞めるって言ってたよみたいな友達辞めるって言ってたよ、大丈夫みたいな言ってない言ってないと思いながら、そう言われてる、言われちゃった、今のでアイラインめっちゃ上手に引けた、
でそこに予定抜けるときにみんなに言って回ったんですよ。まあそりゃそうじゃないですか一人にだけ言って勝手に抜けるのもさあれじゃないですか、普通に考えて。だからみんなに友達来ましたようやく来ました感だ、友達来ました、すいませんみたいな、ちょっと抜けますみたいな感じで言ったらみんなようやくみたいな顔されるから、その友達はえ私何時間待たせてる人になってるのみたいな そうだよね、そりゃからしたら、え私なんかめっちゃ待たせる出る人になってないみたいな めっちゃおもろかった。そのでも私も携帯連絡出なかったから私も悪い。そのご飯時までは「え大丈夫?」みたいな「連絡来てない?」って、そのご飯時ちょっと終わったぐらいか「え連絡来てない?」みたいな「本当に?」みたいな感じでめっちゃ聞いてくださってて「来てないんですまだ」みたいな「全然来てないです」みたいな言ってて。で途中からもう多分あ来ないんだなって思われたのか、そうもう聞かれなくもなったし、私ももう携帯も見なくなってたから、お互いごめんって感じ。あやばい、新生ほくろ誕生した、やばいやばい。新しいほくろできちゃった。新しいほくろはすぐに消えます。私はタバカン作ってるとこ見せよう。目尻が一番まずい。
じゃーん。続きまして、左側、ただ、え、待って、髪の毛も私こんななんだけど、今まだもういっか、前髪だけで今日は、え、ダメかな、左側はちょっと見せんのむずい、カメラがこっちにあるから。見せんのがむずい。なんか昔はあのピンセットの先が楕円形になってるやつを使ってたんですよ。でもそれより全然この尖ってるやつの方がなんか、それでそれでやってたんですけどむずくて、で沼さんが尖ってるやつでやった方が絶対いいよって教えてくださって、そうで劇場に尖ってるピンセットがあったんでそれでやってみたら、そう上手にいって、で当時からというか、私あのネイルをこう自分でやることよくやってたんで、そのネイルのピンセットは尖ってるやつだったんですよ。え、別にこれネイルのやつ楕円形に変えてもよくねと思って、そうそれでこれ本当はネイルで使ってたピンセットをネイルのバッグのやつとネイルのポーチの中のピンセットとメイクポーチの中のピンセットを交換してます。なので追加で出費はしてない。でもエリーちゃんの動画も見て参考にしてます。あのまつげ作る YouTube 載っけてたので、それも見て参考にしました。でも私は束感多め、多めがいい、多めが好き。さすがに1時半にはちょっとかわいそう、私が待たせてることになってるかもしんない、よくない。で最後にこれを上からこうやって塗ってあげて、ちょっとまつげ自体の存在感を一本一本に縦に塗ってあげて完成。ファンデーションサボった代わりに今日はまつげを頑張ってみました。で時間がないので、早
楽あったまりアイロン。なんでか分からんけどずっとさあれが流れてる、エイトさんの香水。なんで？あ、待って、あれ塗ってない。ハイライト、ドルガバ、ドルチェ&ガッパーナなんて初めて、このあれで、この曲で初めて聞いた、うん、知らない単語だった、知らないブランドの単語。でもドライヤー念入りにかけたから今日あんまり、結構楽かも。前髪だけは丁寧にします。よし、ほんと大晦日公演の日前髪切っていただいてよかった。全然邪魔じゃない、年末年始自分で楽にセットできる、ありがたい。もう全ストレート、最近ずっとストレート巻くのめんどくさくなってる。でも巻いた方がね早いんだよね。そう、寝癖とか隠せちゃうし。いや、そうでもいいや。今日はドライヤーを、あ、昨日ちゃんとドライヤーを念入りにやったので今日は楽にできました。ということで、それでは私は友達に連絡をしてしたいと思います。
ということで配信終わります。ありがとう。いやもう多分すぐうん、そういうノリ、うちらいつもそういうノリなんで多分すぐです。今日の服は本当はここスケスケなんですけど、ほら見て、でもヒートテック着たいじゃないですか、寒いから。だから今日は白いヒートテックを着てそう、黒かったらちょっとダサいじゃんここ、だからちょっと白なんで、まあ、元からそういう服かなって思わせる感じになっております言わなきゃバレないということで、寒さも備えてしっかり風邪をひかないように頑張ります。それではランキング読みます。1位ディスクさん、2位鉄道のエイトさん、3位哲也さん、4位トラックヤロアットゴリさん、5位くじの大吾さん、6位ともゆきさん、7位、コロポックルさん、8位エリーちゃん大好きさん、9位直吉さん、10位はかまごし11633さん、11位うとうさん、12位0056さん、13位あさひさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。もう最近は昼配信が多いですけど、また夜も配信できたらするので、まあ、今月とか多分もうちょっとしたらまたねレッスン等で忙しくなったりするので、そしたら夜にしかできないとか言ってると思うんですけど、ぜひまたどっちの配信もね見に来れる時に見に来ていただけたら嬉しいです。あと1人盛り上がりで、あと1盛り上がりで7000なので、待ってここさマスカラついてない？あ超えた7000、ここ絶対これマスカラついてない？え鏡最悪、マスカラついてそう。えほら、えめっちゃついてるやん。え全然取れない、もう固まっちゃった。メイク落とし使わないと取れないやつだこれ。最悪、ほくろみたいになってる。これだけ取って終わります。よし、ということでありがとうございました。またいや配信ではねほくろっぽく見えてもね、鏡で見たらちゃんとマスカラだった、恥ずかったちょっとリップ塗ってないんでメイク完成してないように見えるんですけど、後で塗るんで大丈夫です。ということでありがとうございました。またまたね。ありがとう。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、鷺のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7262盛り上がりの皆様に切ってきたいがお届けしちゃった今現出身アルピアンことアジオタラでした。それではありがとう、またね、バイバーイ。